絵手紙リリチューブ。水戸家のリリさんです。今回のお題は青い紫陽花。2022年は梅雨明けが早かった地区が多いですが、町では紫陽花がまだ美しく咲いています。ちょうどリクエストもあったので青い紫陽花を描いてみます。この動画では青い紫陽花の絵手紙のメイキングをバックに流しつつ、筆ペン使用の絵手紙についてお話ししていきます。筆ペンとっても便利ですよね。墨をすずりで擦ったりせずとも、筆ペンが1本あれば留めや払いの効いた毛筆風な文字が書けますね。筆ペンは1972年、昭和47年にセーラー万年筆によって発明されました。以後研究や開発を重ね、呉竹やペンテルでも筆ペンが販売され、今では多くの人に愛され使われ続けていますね。絵手紙の画材としても時々使われます。外でのスケッチや旅先で絵手紙を描くときなどには筆ペンはとても重宝します。筆ペンだけでなく、マジックペンやボールペン、ダーマトグラフなどいろいろな筆記用具が外出先では活躍します。普段から絵手紙は筆ペンで描くという人もいらっしゃるでしょう。教室の生徒さんの中には、輪郭線は筆で描くけど文字は筆ペンで描くという方もいらっしゃいます。絵手紙はどのスタイルが良くてどれは悪いということはありません。ご自分がやりたいと思ったスタイルを試してみてください。輪郭線で描きました。私個人としては、外出時以外は筆ペンを絵手紙に使うことはほぼありません。これはただ単に好みの問題ですので、人様に強要することでもありません。擦った墨を使い、筆で描いた線と筆ペンの線、あなたは見比べたことがありますか？どんな違いがあるのでしょうか？ご一緒に見ていきましょう。筆ペンの線はすっきりしています。写真の絵手紙で使用したのは100均で買った楽楽筆ペンという商品です。サインペンのような感じなのですが、筆圧をかけると太い線も描けるという筆ペンでした。インクの濃さについてはほぼ変化はありません。キャップを外すだけでさっと線が引けて本当に便利です。それに引き換え、筆墨で書いたものはどうでしょう。リリースタイル絵手紙の場合は、筆のてっぺんを持ちゆっくりと線を運ぶことを心がけますから、線はすっきりしているとは言い難いですね。歪んでいたり途中で途切れているところだってあります。でもなぜか味があって憎めない感じがします。墨の濃さについては自由に変えられます。優しい雰囲気を出したいときはあえて淡い墨色を使ったりもできます。そしてここで特筆すべきことは、あなたはどちらの線が好みかということです。すっきりとしたシャープな線で絵を描きたいのなら、筆ペンもありだし、他の筆記用具もありでしょう。絵の技術はないけど今できる精一杯をこの1枚のハガキに込めて、自分らしい絵手紙に仕上げたいと思うのであれば、私は
墨をすって筆で書くことを断然おすすめいたします。先ほど申しました輪郭線は筆で書くけど文字入れは筆ペンでしているという生徒さんがある時こんなことをおっしゃっていました。筆ペンで書いた文字の線は硬くて絵の毛筆の線は柔らかでそれが混在しているとちぐはぐでアンバランスな感じがする。確かにこの生徒さんの感じたことは客観的に見てもそうでした。そのはがきの中での線の違いが気にならない人はそのままでも良いでしょうし、なんだかアンバランスで気になると感じるのならどちらか一方の筆記用具だけを使った方が良いでしょう。リリースタイルでは自分がどう感じるのかを大切にしています。それは自分の心地よいを常に選択し、その集大成が真のあなたらしさにつながるからです。人と違っても良いのです。時にはセオリーに反しても良いのです。あなたのお体の状態や趣味思考を大切に、自分はこれが心地よいを選び取っていってください。ただその時に食わず嫌いはもったいないかなと思います。どのスタイルがご自分に合っているのか、まずはいろいろお試しください。試すのは面倒だと感じるかもしれませんが、さまざまな手法を経験するのは思いのほか楽しいものです。これはちょっとなぁと感じることでも、やってみたら案外自分に合っていたという場合も結構ありますから、いろいろ試してその度にそれぞれのいいとこ取りをしていきましょう。この絵手紙リリチューブでもさまざまな絵手紙についての事柄をご紹介しておりますが、ほんの少しでもあなたにいいとこ取りしてもらえたら嬉しいです。ここで水戸家からのお知らせです。水戸家とは水戸博人と水戸リリ夫婦2人の作家ユニットです。敷居の低いアートをコンセプトに絵手紙の普及活動などを行っています。水戸家では絵手紙初心者さんに向けた通信講座を開催中です。お申し込みは順次受け付けております。講座に興味を持たれた方は動画下の説明欄にリンクを貼っているブログ水戸家日記から詳細をご覧ください。なおブログでは水戸家の日常や私がプライベートで書いた絵手紙なども紹介しております。お時間がありましたらぜひ覗いてみてください。こちらのリンクも説明欄に貼っておきます。葉っぱ塗ってないんだけどちょっとにじんでるからちょっと塗れないということです。乾いたらね。絵手紙の醍醐味は言葉です。アジサイの花って密に咲いていますが、熱中症予防のためにも感染の危険性のない場合についてはマスクを外しましょうということが最近は盛んに言われていますね。皆さんもご注意してこの夏をお過ごしください。おっぱいのとこ書いてるから、
手が離せないの？手も目も離せます。ヒロ君なんでおっぱい書いてんの？仕事？それおっぱい書くような仕事してんの？ヒロ君、ヒロ君絵描くお仕事してます。え、マスクはなしで、どういうこと？密集してるから。あ、そういうこと。密集しているけど、最近は熱中症予防とかで、マスクはそんなにいつもいつもしてなくていいよみたいに、そんな感じ。ありがとうございました。